はようございます。今日はまた冷えてますね。100日間ダイエットもこれが51回目折り返し点は過ぎております。昨日は、お昼に例の冷ややっこ定食を食べまして、夜もそうですね、薄揚げとか納豆とか明太子とかそういうのつまんだぐらいなんですけれど、体重は 110.4 なので変わらずですね。不思議なもんですね。まあまあそのぐらいのところ一喜一憂せずにいきますけれど、なんせ寒なったり暖かなったりしますんで、どうぞ体調管理お気をつけください。花粉も非常に多く飛ぶ時期になっておりますので、花粉症の皆さんお気をつけください。行ってきます。